RSK などが加盟する高松運動記者クラブが今年活躍した選手らに送る香川スポーツ賞の受賞者が決まりました香川スポーツ賞に選ばれたのはレスリングの草加直選手です高松北高校出身で現在三重海遊に所属する草加選手は9月に開かれた世界選手権の男子グレコローマンスタイル77キロ級で3位に入りました パリオリンピックの代表に内定するなど来年の活躍も期待されています丸亀南中学校の平田東也選手は2年生にして全国中学校体育大会の男子100メートル背泳ぎで優勝11月には男子50メートル背泳ぎで中学校の日本新記録を樹立したことなどが評価されての受賞ですまた厚労省には人生学園 男子ソフトテニス部を高校三冠に導いた森博明監督が選ばれています。表彰式は来年2月に開かれる予定です。